山口敏太郎です。山口敏太郎の映画表、ギララ、ギララも久しぶりですね。子供の頃は何度も春休み夏休みのたんびに見てたんですが、冬休みの時も見てましたね。大学時代に1回くらい見たかな。これまただから20数年ぶりにギララを見直しました。意外と人間ドラマが描かれてる作品だったんだなという、今見た感想ですね。で、1967年の3月ということですから、ガミラ対ギャウスとちょうどぶつかってたんですね。怪獣映画がぶつかって興行合戦というのはすごい話なんですが、まあただやっぱり怪獣の造形がちょっと間抜けな感じがしますね。キャラクターとしてはギララはすごい僕は魅力があるなと思うんですけども、やっぱり怪獣としてちょっとゴジラとかガメラに比べて抜けてる、これは何かなというふうに作品を見ながら考えていたんですが、やっぱ目じゃないでしょうかね。特にガメラとかゴジラはですね、白目が効いてるんですよね。白目が睨みを効かしている、あれがね、白目のギロッと動く目の動きだけで感情が表現できるというところが、まあ彼らの大きな特徴だったんじゃないのかなと。そういった部分で、まあガメラゴジラは白目が感情表現につながったのではないのかなと。でギララは単色のなんか丸っこい目をしてますよね。だからあれがもう少し黒目があってギョロッとしていればまた違うキャラになったのかなと。で足元のシーンがちょっと僕はダメだなと思いましたね。ゴジラがね、足をね、こう音を立ててこう足を踏み出してくるシーンを抜いたりするとですね、かなりこう重量感のある怖そうな足なんですよね。足ってこれモンスターとか妖怪において大切なことなんですね。足だけ見えてその足だけで恐怖が表現できるというのが、まあ一流になる魔物の条件、まあ、一流になる魔物ってのは変ですけども、何度かですねギララの足が出るシーンがあるんですが、それがね軽いんですよね。ペロンペロンの状態、スーツアクターよりやっぱの足よりずいぶん大きかったんでしょうね。ペロペロのまま落としてるんですね。あれもっと重厚感のある感じでこうぐーっと押し付けるように大地を踏みしめてくれればですね、もっと良かったんではないのかなといった、まあ僕の個人的な意見なんですけども、気になる、操演の部分でしたね。でもう一つ言うんだ、やはりこれまたバイプレイヤーが素晴らしいという、宇宙開発局の職員で穂積高信が出てる、積み崩しので、さらに藤岡弘がですね、月の基地の通信員で出てるというところはちょっと見逃せないところではないのかなと。ここら辺のバイプレイヤーもちょっと面白いぞと。でね、今になってみてよく思ったんですけど、割とその男女の三角関係を、ちょっと行間で描いてると。セリフにならないところで男と女の心の駆け引きとかですね、感情の機微を描いてるシーンがあるんですけども、それがですねちょっといまいち伝わらなかったかなといった感じですね。でまあ結果的にまあギララが退治されてしまってですね、まあうちのどっか遠くに捨てられてしまったということなんでしょうけども、そうですね、まあ後にトラさんに出演することになるとは思わなかった、怪獣ですね。意外とこういうね、二次仕様の多い作品でもありますので、そういった部分ではやっぱりキャラクターが可愛くて面白いというところが大きな特徴だった。でも逆に怖さとか凄みが失せていたというのもギララの不幸ではなかったのかなという思う部分もあります。